衆議院選挙の直前に維新の党との合流を働きかけたんじゃないかという話になってですね、いわゆる民主党全体で今回の代表選を国民にアピールしようといえば工業的な意味があったんですけども、エキビションマッチじゃなくて本当のタイトルマッチになってしまった。それは岡田さんのなせる技だと思うんですが、一方細野さんは初めての党首として追及型のようなものがあったら細野さんの力もあるので、さらに旧社会党系の労働組合の人たちがバンクに出てきてですね、いずれにしてもそれぞれのカラーが反映した代表選になっているというところなんですが、バトルが表に出すぎたと思うんです。ちょっとうちの目の目っぽいイメージの代表選ですね。ですからちょうど3人首相が変わった。